まあ匿名でやっていきましょう。ハゲハゲコメントありがとうございます。ハゲハゲコメントありがとう。あんまりハゲハゲ書かないでくださいね。はい、ワード2、匿名さんいらっしゃい。全員匿名でやっていきましょう、うん、はい。NG ワードはブロック入れるんで気をつけてくださいね。はい、NG ワードはブロック対象なので気をつけてください。タツヒコイケメン、お前タツヒコだろそんなこと書くのはユーユーとタツヒコしかいないから、うん、ブロック入れるよ本当に、うんうん、匿名枠ちょっとやってみようかなと思って、うん、もうセミが鳴き始めて、わかる。昨日の夕方にセミ鳴き始めて、なんだろう、すごい夏だなと思ってびっくりした。家の近くでセミが鳴いて、うん、ドレさん最高それドレさんのところ書いてあるね、うん、シャンクス、いやこっちが黒だよ俺、こっちが黒、別にシャンクスはイメージしてないよ。匿名枠って何の意味があるの。何の意味もないかな、うん、何の意味もないっすね。脇側ではないと思うけど、あーどうだろう、汗はかくと臭いっていうかモコっとしてる匂いかな俺は、うん、BGM 世話しない、うん、この BGM 結構かっこいいんだよね、うん、ドルさん別にぶっ飛ばさんよ俺、うん、リスワンは狙ってないかなまだ、うん、はい、ワード2、リスワンは狙ってない、うん、ADHD の薬じゃなくて俺は躁うつ病の薬だね、うん、タトゥーはしてないよ俺、タトゥーは一切ない、ないです、ないです、どこにも入ってないですね。匿名枠で投げるアイテムすごいと思うよ、匿名でアイテム投げる人は本当に俺のこと好きなんだなと思う、うん、これ本当に後から誰か分かるんですか。分かんないです、一切誰だか分かんないです。だから好き放題かけるっていう機能ですね。あ、本当に分かんないの誰が書いてるか、タイムシフトを見ても分かんないし、ただ唯一分かる設定は1個だけある、ブロック入れる。俺が誰かをブロック入れるじゃん、そうすると俺のブロックリストに名前が出るから、ブロックに入れた場合だけ俺は後から確認できる。彼女欲しくないんですか。まあまあ欲しいですね、うん、いや、アットマーク入れても分かんないですよ、うん、ドレさんの悪口言うから自分の評判も落ちた。誰自分って、うん、どういうことだろう。俺は評判悪くしようとかあんま気にしてないよ。嫌いな男は嫌いですよ。だから強いものに立ち向かって、なんか俺はすり寄る人って嫌なのね。なんかその権力って嫌いで、でなんか権力振りかざす人も嫌いで、ブロックするの、ブロックしたら、あのブロックしたら誰だか分かるよ。だから匿名ワード入れなければブロックしないです。うん。どれの子分になる気なんかないよ。俺は一匹狼でやりたくて放送を始めたんだもん。誰かの下にもつきたくない。ブロックしても喫煙の時だけなんだよね。いや、入れますよ。NG ワード入れる人はブロック入れますよ。うん。そんなひどいこと言われたの、いや見れます。ブロックリストっていうのはあのもう一個のパソコンで見れちゃうんで、もう一個のつうか2ウィンドウで見れちゃうんで、すぐ確認できるんで、ブロなんだろう、NG ワードさえ入れなければ大丈夫です、うん、なんで匿名やりだしたの。うん、いやまあ暇だったから。ふわっちの王者、ふわっちの王者はよっさんか永井先生かじゃん今のところ。さすがに王者名乗るにはちょっと厳しいよ。初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてってください。録画したら誰だかわかる、それはないです、ないです。タイムシフトでは確認できない。ただブロックに入れられた人は誰なのかわかるから、うん、ブロック入れたら誰だかわかるはず、
いつもアンチコメしてますが大ファンです。あ、嬉しいです。ありがとうよ。あ、ブロックしてもキツネ枠じゃなければブロック返る。え、嘘、マジで。え、ちょっと誰か試してみていい？誰かブロックしていい人手挙げてもらっていいですか？俺試すわ今。ブロック今この人が一番上にいるのね。ブロック誰かして。え、ニャンネコもさっきやってた。あ、じゃあブロック入れても誰だか分かんないんだって。書きたい放題じゃん。うん、明日楽しみにしてますね。これアイコちゃんっぽいで、なんか、アイコちゃんかリアドツインクルリスナーさんかな。抱かれたいです。誰これ抱かれたいって本当に抱かれたい人、ネタじゃなくて本当にワドウとセックスしたいっていう人何人ぐらいいるんですか？手挙げてください。ミュールさん、タバクで口うるさいのでどうにかしてください。それは俺の問題じゃなくてミュールの問題だから。俺はミュールじゃない、俺もって抱かれたいのみんな、そんなに、すげえ抱かれたがりじゃんみんな、そんなにいるんだ、結構いるね。一度だけ味見をしてみたい。あ、テイスティング、うわー、匿名枠にしなきゃよかったな。いや結構いるんだよ。この前もすごかったよね、抱いてコメントがね。ワドを抱いて、ワドを抱いてって。キツネのブロックのとこ説明欄書いてあった。マジで？お知らせ見てみるわ。運営さんからのお知らせ。臭いかどうかわかんないけど、誰から聞いたの？俺が臭いかどうか。ちょっと待ってね、マンツリー。夏音、カテゴリー。あ、あった。匿名祭りのカテゴリーの配信でのブロックはその配信のみ有効。あ、ほんとだ、書いてあったわ。だからこの枠だけコメントができなくなるんだって。書いてあったわ。漆黒漆黒あ、ありがとう。ダイナマイト漆黒ありがとう。ダイナマイト漆黒俺大好きなんだよ。ワドンさんに君にされたい。君には君にっそですからね。セックスうまそう。あ、ありがとうございます。何歳から OK じゃなくて、たまたま好きな人が年上しか経験がなくて、僕は何歳から OK っていう表現じゃなくて、好きになる女性は27歳から上の人が多いですね。27歳以下の人は自分の年齢的にあんまり好きになったことがないっていう。とにもかくにも抱かれたい。え、それさ、本気で言ってんの？生理の時もやりますか？いや、まあ人によります。チンコは小さいっすね、それ本気で言ってんの？ネタじゃなくて、かなりブサイク。あ、俺が、まあ全然ね、ブサイクだろうがイケメンだろうが、来年から、再来年からじゃない？年金どう、あ、来年から税金、あー今年だから来年か。はいはいはい。32歳、俺は一番旬なのは32から4ぐらいだ。36ぐらいかな。人によるけど32から36は一番女性は麗しいと思ってるね。あ、大きさ関係ない。皮かぶってますよ。はい、皮かぶってます。ネタじゃないです。本気です。え、それって俺に直接言えんの？ LINE に今メッセージ残せる。俺ひっくり返しておくから。LINE に私ですって言えんの？言えるか言えないか教えて。本気で俺に抱かれたいって言ってる人、あの、俺に LINE で送れるの。いや、名前分かっても言える？それ。わあ、当てはまってるわ、大抵。結局、可愛ければどうでもよい。あんまり見た目はあんま気にしない方かな。まあ、可愛い方がいいけど。頬垂れてる。シシド状だ。ゴムつけますか？僕はゴムつけますね。はい。ニューハーフだけどいい？あんまりその恋愛に性別は関係ないと思います。火星方形ですね。はい、火星人です。ワドウ本気になってるな。抱きワドウ。皮引っ張るって、皮引っ張らないですね。なんで火星方形のやつ皮引っ張るんだよ。俺69うまいよ。へえ、やったことないですね。男性同士69。昨日気持ちよかったね。昨日はずっとのんちゃんと言いました。はい。見た目がフレディ・クルーガーだったらやろう。33歳美女です。大抵。自信あんの？
写メ送ってきて俺に LINE で、俺が判定してあげるよ美女かどうか。自分で言うって相当だからね、うん、ブロック入れますよこの人、うん、俺和道のなら飲める、怖えな、うん、男だけど言えるよ LINE、 マジで LINE 来てるかな、 LINE 来てないっすね。どんな女を抱きたいですか。俺のタイプの女性は小野陽子、キキキリン、なんだっけキキキリン、水玉の人なんだっけ、水玉模様の人、自由業だから何やってもいい。愛子さんは吉坂由里子に見えるね。俺は愛子さんは吉坂由里子に見える、ハイボール飲みたくなる。草間弥生か、ありがとう、うん、俺2センチぐらいしかない今、 LINE 来てないよ、うん、LINE 来てない、あ来たあーすげえな、抱かれたい人来ちゃったよ、うんうん、本気で、本気じゃんこの人。写メ送ってください、写メ送ってください、来たわ、うん、フェラーリくんに2時間ぐらい全然できますけど、はい、来ちゃったよ抱かれたい、うん、今 LINE くれた人写メ送ってください、よろしくお願いします。ふわっち嫌いな配信者ナンバーワンはどう、オンリーワンでしょ、さらさないよ、来た写メは嫌です写メは嫌だって、 NG ですって言われた、うわー、はまりましたね、裏風俗摘発されたよ、年考えろ、俺のヒゲ最近短くしたけど長くなった、うん、一晩おいくらですか LINE に連絡ください、一晩おいくら万円か LINE に連絡ください、プライスレスなんで熊本被災金泥棒って何、うん、久々に LINE しちゃった、抱かれるにはどうしたらいいの、いやいやいや、抱かれるにはどうしたの、目が近いですね、神奈川県に入らないでください、スカウト嘘、何のスカウト、スカウト本当ですよ、アメリカ人好きですね、ちょっとなんか頭固いところあるけど経営者っぽいなって感じです、俺ケツの穴舐めさせたことなんか一回もないよ、アイテム落ちてきたね、ちょっとアイテムお願いします皆さん、そうなんだよね、アイテム特に深夜帯の時間帯がダメだから、俺深夜帯もう放送やるのやめようかなと思ってんだよね、うん、リッスン和道さんフォローありがとうリッスン和道さんフォローありがとうございます。音楽番組の収録はあのアメリカ人がなしになったけど連絡来なくてちょっと文句言った、連絡よこせよって、うん、ハート5個プレゼントありがとう、何時間でもフェラしてあげたい、在日韓国人2世、俺在日じゃないよ、あ在日は在日か、俺在日韓国人だね、はい、ようつべのヒカルの真似してないけど全然違うと思うけど、うん、後日誰が発言したか分かるからな、そうなの、うん、俺バンになっちまったよ、ふわっちコラボいいか、うなだけど、え、うなちゃんマン、ほんとですか、え、もしよかったらじゃあうなちゃん LINE に連絡ください、僕の LINE はプロフィールページに URL 貼ってあるんで、もしよかったら LINE に電話かけてきてもらえると、え、ほんとにうなちゃんマン、マジで言ってんの、絶対嘘でしょ、詐欺で前科、ほんとですよ、うん、今度コラボしてください、いつでもトツかけてきてください、あの LINE 公開してるんで、
なわけねえだろ、カス配信者。わかんない。本人がうなって言ってるから。AV 監督話流れたっぽいね。うん。まあまあ、なんか最近連絡来ないから多分流れたっぽいね。まあしょうがないでしょ。でもオファーが来たのは本当だよ。オファーが来たのは本当。うん。匿名枠ですね。香川の天井の話なくなったの。うんとね、4月末まで末に入れたんだけど、末になんか香川さん予定あって8月にしましょうっつって。で、俺が大阪行くタイミング見計らってまだ連絡返してない感じかな。ふわっちで1ヶ月1万稼いだ人、アイラか、クラインじゃないかな。アイラが、俺が知ってんのはアイラの700万かな。それ以上クライン稼いでる可能性あるね。うん。売名しても全然いいですよ。うん、米流れるね、うん、証拠メールなんで出さないの。信用を失うからだね、うん、俺を男優にして黒ギャルとやらせてください、うん、黒ギャルっていなくなったよね。詐欺できるってソフトな対応、え、よくわかんない。詐欺できるってソフトな対応っていうのは国籍は日本ですね。ただなんだっけ、僕の祖先が帰化したのは3世紀頃に帰化してるんですよ。コークリって国から逃げてきた末裔なので、そう考えるとまあ在日ですね。僕は3世紀頃に日本に渡ってきたんで、うん、新サイトいつから配信するの。いつでもやっていいんだけどね、いつやろうかちょっと迷ってるかな。ハンクグラさん、ん、ハンクグサラム、ちょっとよくわかんないよ。僕 M かな。うん、政権付けはしないですね。クライン見た人いるの。クラインやってるよ。うん、じいちゃんの話は嘘がバレたな。嘘ではないけどね。うん、匿名枠は花火3発延長します。30分に花火3発上がったら延長し続けます。ブラック出身なのかな、わかんないけど、うん、何の詐欺をしたの。信託受益権詐欺っていう感じかな。クライン嫌いなんだ。いやすごいと思うよ、なんだっけ、顔を出さないで声だけ担ぐっていうの、うんうん、レベル8になった。本当に、あ、ありがとう、教えてくれて。マジだ。花火来ないっすね。花火来なかったら30分で終わりにします。じゃあ書いておこうか。うん、あ、そうなんだ。へえ、すごいね。俺レベル7かな、まだ。うん、1300万円。やば。誰なんだろう、1300万。クライン枠はやんないかな、うん、あ、ごめんなさい、これブロックですよ。これブロック入れますよ。これ NG ワードです、うん、ドレさんにからかわれて気の毒とか思いますの。いや、思いますの。うん、キラコメの仲間内では自分が成長できないよ。自分の成長って何を指すのかな、あなたにとって。それが知りたいかな。トマちゃんのこと、綺麗な人だったね。セクシーな人だった。はい、頑張ります、おやすみなさい、うん、画質落ちた。嘘、画質悪くなってる。マジで。そんなに悪くなってないはずなんだけど。悪くなってる。うん、そんなに悪くしてないはずなんだけどね、うん、ああ、慎吾さんに面会行こうかなと思ってますね。まあ一応警察に確認取ってからだね、うん、ひじいちゃんの先祖を知らないけど、土地がある場合在日かな、わかんない、うん、首はダサいかな。おやすみ、匿名さん、うん、
前科3班ですね、僕。うん、負けてる閲覧が、うん、まあまあまあ。俺、ニコ生で2年半ぐらい配信やってましたね。うん。うん。ごめんね。ブロック禁止じゃないです。ブロック入れまーす。すいませんね。うん。たまにゃんとつば、たまちゃんの方が全然綺麗だね。たまちゃんの方が全然美人だね。つばにゃんってだってあれだもん。なんか動物園から逃げてきたゴリラかなって思ったもん。で、この前会ったらちょっと綺麗なゴリラぐらいになってたね。口紅塗ったゴリラぐらいの。あ、綺麗になりましたねって言っても、うん。私の乳首を叱ってくださいっつって。うん、所沢警察署に確認はしたわ。まだ電話してないかな。月曜日に、どっちにしろ日曜日面会できないから。うん。別に鮫島さんから逃げたどころか俺戦ってないよ。うん。うん。おやすみなさい。うん。また明日。ジョン万次郎、わかんない。うん。つばにゃんブスだよね。ホモワードを発見っつって。別に応援してないっていうか、俺はあんまり好きじゃないかな、たまちゃんは。まあ、ヒカルくんに結構ひどいことやってるんで、俺は結構ショックだったかな。うん、おにんにんって何？スンは何で捕まったの？いや、全然わかんないから本人に確認しようかなと思ってる。やっぱ本人の話聞いてみないと分かんないから、うん、おっぱい小さいですか大丈夫ですか、うん、おっぱいはね大きさじゃなくてフォルムですね。僕は綺麗なおっぱいか汚いおっぱいか、うんうん、ブロック解除してあげた。あ、ごめん、ブロック解除はできないんだよね、うん、ニコ生はもうやるつもりないね俺は、うん、生活習慣変える方法わかんない。俺、生活習慣変えない方針だから。寝たい時に寝てるっていう。うん。捕まったのはガチっぽいね。うん。メロンソーダ。メロンソーダは差し入れできないよ。本だね。差し入れするとしたら。カッパお前嫌い言ってたぞ。まあまあ、嫌われちゃったけどね。うん。匿名はあと7分で終わりだよ。花火上がんなかったら。なぜ急に花火減ったんですか？いや、昼間は上がってるよ。昼間は全然上がってるよ。うん。ただ、夜中が花火上がらなくなったんだよね。なぜか。うん。チンコは3センチですよ。うん。うん、いや、まあ、さすがにね、触れちゃいけないタブーな話題は、全然ブロック入れますよ。ニコ生の時よりも印象が今の方がいい。ああ、ありがとうございます。クリッちゃんが北海道の方してますが大丈夫ですか？ちょっと怖いですね、僕。うん、年齢は32歳です、僕は。プロフィールページに書いてありますよ。うん、毎日同じ服って洗濯して洗ってるよ。うん、エロボンでっていうか体験かな。なんかおっぱい大きかろうが小さかろうが綺麗な形をしてるおっぱいってあるんですよ。汚いおっぱいもあって、うんうん、カラスビトについてどう思いますか。いや、なんかな、何がしたいんだろうとか迷惑ですね、うん、死ぬまで配信者だったらかっこいいよね、うん、好きな人はいますか。いますね。はい。妖怪ランドを作って楽しい。慎吾さん心配ですね。うん。1億は配信で稼ぎたいの。そうですね。配信だけで1億円稼ぎたいと思ってます。まあ、ステッカー販売とかも含めて、企画とかも含めて、個人支援とか全部含めて。はい。配信関係。うん。うん。明日、アイコとエッチするんだろう。しないですね。うん。
小島グランプリさんはすごい才能あると思うんですけど、ちょっとまだ評価されてない気がするけど、あの人はピンでやるよりもコンビ組んだ方が絶対いいと思ってます。中に入りたいとかやめてください、これ。りょうこさんが誰だか分かんないね。アドルさんには負けないですね。東京ディズニーランドには最近行ってないです、はい、1億円無理かな。俺はできると思ってるんだけど、芝駅で待ってたんだけど、いつ来るの、すいません。ごめんなさい。みこすり半劇場、カッパを警察に売っただろ。警察に売ってないでしょ。全然警察に売ってないでしょ。やめてよ、ちょっと。知らない。親と連絡取ってないもん。1億円とかもう言わない方がいいよ。え、なんで？聞かれたら答えるよ。自分でデザインしてますね、ステッカーは。まあ、デザイン結構褒められてますね。FX 配信で稼ぐのは嫌だね、なんか。喋りで稼ぎたいっていうのがあったから。ビジネスの話やりたがるよね、昔から。そう、ダメ。1日に20本ぐらいかな、タバコは。葉っぱをはめた。ああ、寝ながら聞いてください。大阪で待ってる、すいません。お前に1億稼ぐ能力なんてないわ、バーカ。1億稼いだら3000円だけください。嫌です。自分で稼ぎましょう。 iPhone のガラスは修理できるようになりましたね。キラコメに慰めてもらう？いや別に普通に配信やるよ。どうなったの？いや、やってないだけだね、17では。配信者で可愛いと思う人、ああ美人だなと思うのは、ツイキャスの女の子に佐藤っていう女の子いるんだけど、その子はすげえ可愛くて、昔からすげえタイプの顔してたね、佐藤ってか女の子。最近なんか万人コンビになって結構大手になってきたんだけど、かそってる頃から好きだったね、佐藤って女の子。在日同士は親近感あるんですか、便所さんとか。もうファミリーだね、ファミリー。和道さんのリスナーはバカと言ったどれが許せない。はい、ワード2。そう、佐藤っていう女の子が可愛い。アイプチ詐欺なんだ。すごい可愛いね。今度突していい？リア突ですか？リア突の場合は、LINE にご連絡いただけると嬉しいです。V ネックはあんまり好きじゃないですね。ふわっちに来たことかはどうだ？ことかは昔から知り合いだけど、会ったことないしな。ことかはまあ美人だけど、あんまり性的な対象ではないかもしれない。それでは皆さんありがとうございました。花火3発上がらなかったので、通常枠に戻ります。お疲れ様でーす。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。